どうも。まあそろそろはっきりわかる形で出てきてくれるといいんだけど。何が？ UFO に決まってるじゃないかね君。焼きそばなら好きだけど。今回は未確認飛行物体の話だよ。ああ、昔高知県で中学生に襲撃された。この UFO、結構あちこちで墜落してるらしいよ。そんな、はるばる地球にやってくるような科学技術力があって、墜落事故を起こすものかな。まあ、宇宙人が作ったとは限らないけど。それはさておき。最初は1962年、ラスベガスでの話。ほう、キューバ危機の年。まず、コロラドスプリングスにある、北アメリカ航空宇宙防衛司令部に、赤い発光物体が西へ向かって飛んでいる。という報告が入ったそうな。赤い彗星。で、しばらくレーダーで追跡されたけど、その後なんと、ユタ州ユリーカの変電所近くに着陸したそうな。ええ？一体誰が目撃したんだろ？空軍スポークスマンによると、何かが着陸していた42分間は、付近が停電していたとのこと。空軍が認めたのか。認めたと言っても、何かが着陸して停電したと認めたのか。それとも単に、停電があったことだけ認めたのかはわからないけど。でも停電だけなら、わざわざ空軍が発表しないでしょ。まあ停電だけなら、付近に住んでる人なら嫌でもわかるしね。その後、戦闘機で追跡したそうだけど、謎の飛行物体は、ラスベガス郊外の上空で爆発したそうな。上空で爆発。それなら多くの人が見たのでは。うむうむ。爆発音が聞こえた。赤い光を見た。と、警察に電話が殺到したそうな。新聞の取材に答えて、核爆発のようだった。なんて言った科学者さんもいたので、アメリカ原子力委員会は、慌てて、核爆発も核実験もなかったと発表したそうな。そんなにすごかったのか。で、警察は、現地に救助チームを派遣したんだけど、何の成果も得られませんでした。ふむ。ユタ大学のロバート・カデシ博士は、隕石の可能性が高いと言ったと。隕石は戦闘機で追跡できないでしょ。着陸した後離陸しないでしょ。そうだねー。翌日の現地の新聞にも載ったそうだけど。ふむ、ブリリアントな赤い爆発。警察の質問に答えた、空軍のハーマン・シールズ隊は、葉巻のような形をしていた。と言ったそうだけどね。ますます隕石っぽくないな。最終的には、データ不足で科学的分析不可能。ってことで終わったらしい。よくわかりませんでしたってことか。さて次は、1986年のソ連。ふむ、ソ連はいろいろありそうだ。1986年は、チェルノブイリ原発事故の年か。うむうむ。1986年の UFO 事件は、ソ連のロズウェル事件と呼ばれるほど、有名だそうだけど。場所は沿海州のダリネボルスク。おお、近い。1月29日の夕方、ダリネボルスク上空に、赤い光の玉が現れて、数十人に目撃されたよ。ほう、また赤い彗星。目撃者の話によると、村の上を水平に飛んでいった。すごいスピードなのに、音はしなかった。尾は引いてなかった。お？流星痕とか音か隕石雲のことかな。ふむ。つまり隕石っぽくはなかったと。無音だし。うむうむ。そして少し上昇した後、村の近くにあるイズベスト小林さん。通称611高地に墜落したよ。あら綺麗。山に激突した時も、音は静かだったそうな。ふうむ。その後1時間ほど燃え続けたと。で、5日後になって、ようやく調査チームが派遣されたよ。すぐ行かないとダメじゃない。ソ連だから仕方ない。で、現地は、円形に焼け野原になって、周りを積もった雪が囲んでる状態。焼けた切り株が残ってたけど、その片面は、一度溶けて固まったのか、ツルツルピカピカ。すごい温度だったのかな。多分ねー。大きな残骸は何もなかったけど、よく探してみると、ビーズのような金属のかけらが数十個。その金属はひょっとして。かけらの分析の結果、それは何種類かの金属の合金で。でも、強酸やその他溶剤では溶けない。ダイヤの刃のノコギリでなければ、表面を切ることができない。アモルファス構造で、自然にできたとは思われない。アモルファスとは？原子が不規則に並んでいて、結晶構造を持ってないものだよ。そういう金属は普通より強靭で錆びにくくなるそうな。そんな金属、誰が作ったのか。あと金の線にも使われてたとのこと。ゴールド。でも結局、何があったのかはわからなかったよ。ふむ。隕石が上空で爆発したのかな。でも思う跡もなく、静かに飛んでったそうだし。ふむ。焼け跡はその後数年、植物が生えなかったそうな。へえ。まあソ連も大変な時期なので、それ以上は調査しなかったんだろうけど。でも墜落から5日後に調査隊か。
その間に密かに何かが回収されてるかもしれないね。その可能性もなきにしもあらず。宇宙人が UFO 緊急修理して、密かに飛んでったのなら面白いけど。そうだねー。これは611高知 UFO 墜落事件と言って有名らしい。ふむ。ということで次、ギリシャ版ロズウェル事件だよ。今度はギリシャか。ギリシャのメガプラタノスという、人口数百人の村なんだけど。アテネの北西か。1990年9月2日早朝、村人たちは村の上空に謎の飛行物体を見つけるよ。6機とも10機とも言われるけど、まあその辺は適当に。適当かよ。その数機が、北へ行ったり南へ行ったり、などとやってるうちに、1機がフラフラし始めて、強く光ったり弱く光ったりしつつ、ジグザグに飛び始めたよ。UFO って意外に故障しやすいのか。日本製にすればいいのに。で結局、その1機はどんどん高度を下げて、村の近くの丘に激突したそうな。おう。羊飼いのカラトランジュスさんは、500メートルほどの距離で目撃。ガラドラプスさんは家族みんなで目撃。おう。黒い煙を上げて燃えてたそうな。で見ていると、残った UFO のうち、2機が着陸。残りは辺りを伺うように浮いてたと。救助のために着陸したね。ガラドラプス一家が近づいてみると、墜落した UFO の周りに、人影らしきものが見えたと。これは宇宙人だね。近づいていって、大丈夫ですかって聞かないと。そうすればよかったんだけど、それもできず。結局帰って警察へ通報。帰っちゃダメでしょ。見張っとかなきゃ。で、また村人たちが集まった時は、UFO なんて影も形もなく。ほらー。現場は、半径200メートルくらいの木が燃えていて。そりゃまた随分広いね。で、地面には楕円形の穴が開いてたと。そこに UFO の残骸が。なかったけど、2本のアンテナのようなものがついた、稲妻模様のある丸い物体が見つかったそうな。なんなんだ。Wi-Fi ルーター？いや1990年なのでそんなものは。他にも金属片とかケーブルっぽいものが散乱してたよ。ふーむ。公式発表では、人工衛星が落ちたと。人工衛星は6機とか10機とかまとまって飛ばないでしょ。村人は納得できなかったけど、それで終わりになったよ。ふむ。そして次は、1991年のソ連。またソ連。てか、そこソ連。1991年12月にソ連は終わるので、もうボロボロだけど、まだギリギリソ連。ふむ。きっとソ連崩壊に宇宙人が関与してるね。それはさておき。さておくなよ。1991年の8月28日。ああ、夏休みの宿題片付けないと。と、多くの子供が思ってる時期。カスピ海上空を謎の飛行物体が移動してるのが、マンギスタウ半島のレーダーに映ったよ。ほう。そこは今はカザフスタンかな？うむうむ。で、全長600メートル、幅90メートルくらいと推定。でか。そんな大きい飛行物体、地球じゃありえない。それが、時速1万キロくらいで飛んでると。ええ。ますますありえない。で、呼びかけたけどもちろん返事はない。それで、カプースチンRの宇宙基地に、連絡を取ってみると。そちらのレーダーにも映ってると。おう。ということで例によって戦闘機出動。いや追いつけないでしょ。そしてレーダーと目視で確認。いやどうなってんの？時速1万キロでしょ？スピード落としてたのでは。ふーむ。近づいて観察すると、飛行物体の表面には、文字らしきものが書いてあったと。もちろん、何語かは不明。きっと銀河観光とか書いてあったんだよ。で、誘導しようとしても反応がないので、パイロットたちは、威嚇射撃の命令を受けるよ。危ない。反撃されてしまう。それで戦闘機が近づいたところ、宇宙船からビームが。それはなかったけど、突然戦闘機の調子が悪くなってきて、このままだと墜落するかもしれない。となったので、急いで飛行物体から離れたよ。おう。でも離れると、戦闘機は正常に戻ったとのこと。その後飛行物体はアラル海の方へ飛んでいくよ。一時、時速6万キロを超えたそうな。いや無理でしょ。てか、どうやって測定したの？その後、レーダーから消えたよ。ワープしたね。その後、軍が数週間、飛行物体はどこに行ったのか調査したところ。事件当日、キルギスと中国の国境近く。天山山脈にある、悪魔の墓と呼ばれるところに、何か巨大なものが墜落した、という噂があることが分かったよ。時速6万キロも出るんだもんね。そんな距離あっという間だよね。で、1991年9月末に調査隊が行ったところ、何の成果も得られませんでした。またかよ。でも1991年11月に、ロシア空軍が、残骸を見つけたと発表。
マジでか。でも残骸の一部を釣り上げようとしたヘリコプターが墜落して、乗員全員死亡。ええー。ちなみに、現地の人が現場に近づいたところ、なぜか時計は止まるわ、謎の火傷はするわで、すぐに帰ったそうな。次は、1992年6月、またまた捜索隊を送ったよ。ふむ、何かあるのはわかってるからね。で、残骸が見つかった場所に行ってみると、何か巨大な物体が真っ二つになって転がってると。おお、ついに宇宙船が。ただ近づくにつれて、例によって、電子機器が誤作動を始め、その上、電子機器だけじゃなくて、人間の方も異常な恐怖を感じるようになったと。なんと、精神にまで攻撃を。結局持って行った機器がほとんど故障したので、700メートル以内には近づけなかったと。それ以上近づくと産地がピンチになるのね。で、仕方ないので双眼鏡とかで観察したところ、人間らしきものは見当たらなかったけど、戦闘機パイロットが見た、文字らしきものはあったと。で、写真を撮りまくり、ビデオも撮影しようとしたけど、例によって、どっちもうまく映らなかったよ。おう。これで終わりかと思いきや、6年後の1998年に、またしても調査隊を送るよ。そんなたびたび調査隊を送るなんて、よっぽど何かあると思ってたのね。でもその時は、残骸も何もなくなってたそうな。ええー。でっかい残骸はどこへ？それは謎だよ。ということで、UFO は結構墜落する、というお話でした。やっぱり UFO も日本製にすべきだね。うむうむ。まあ宇宙人だって、時には二日酔いで操縦しちゃうこともあるんでしょ。ということで、ちょっと旋空くんに UFO 作ってもらってくる。じゃ。え、作れるの？っていうか、友達？ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。